おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、というわけで字幕動画リベンジです。ちょっと今思った方も多いと思うんですけど、字幕の表示が変わってるじゃないですか。この島って出て、今ほらコロコロって変わってるじゃん。このアプリを変えまして、その結果再変換をしつつ、このタイプライターのように打つっていう感じだったんですよね。前回はひどかったです。もう誤変換がいっぱい出てね、もう爆笑動画ですよねあれは。なので今回のアプリはやってくれるんじゃないかと。はい、やっぱ前回の字幕動画も編集楽にしたいって言いながら90分かかってしまったりしたし、やっぱね、いや別に怠けたいわけじゃないんですけど、たまにはちょっとねテロップを楽にしたいなって思うんですよ。なので今回はまあね、この新変換ソフトを使いつつ動画を撮っていこうと思います。というわけでトイレに行きます。このたくみくんにはすごい嫌な思い出が多いんですよ。あ、これこれこれです。これこのパンティね、本当に嫌な目にあったんだよね。今回は舞踏家で行きたいと思います。いやー、前回みたいな過ちは犯したくないんですけどね。行きましょう。武器は竜王の爪です。お供は電電竜とデビルアーバーで行きたいと思います。パッと見舞踏会場なさそうですけど、ちゃんとあります。よっしゃ勝つぜ。背景に DQ5 の BGM が流れる中、いやー、このパーティーは勝ちてーわー。いやだってさ、こいつら本当にやってるんだもん。逆転補正？逆転補正っていうこのゲーム独特のね、CPU が有利になるっていう調整があるんですけど、まあ、これ2チャンネルとか見ると、大体ね、みんな言ってくれてるわ。なんで、意図的にそういう調整がされてるんですよね。さあ、でもアルゴリザード打撃耐性あったね。いやー、きつい。脅かす怖いよ。あー、主人公かかる？主人公かかっちゃうの？いやー、火力源の主人公が止まんのはね、痛いですね。つばぜり合いもできなくなるから、できれば、このたくみくんに勝ちたいんだよね、今日は。魔法トーンは大丈夫。誰も呪文使わないね。ああ、まあ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 、仕方ないっす。これは、ただ、この手のものっていうのは、勇気が溜まりやすいんですよね。2体以上に当たれば、勇気を回収できるから、ダグチ、はい、いいよ。勇気を回収されてしまうっていう点では魔法トーン食らうのはちょっと良くないね。さあ砂煙、おい、いやいや、ちゃんと当てていくよ。ちゃんと当ててけ。さあまだまだここからですよ。主人公がここで動けないのはね、痛いね。またやめてくれないそれ。おい、ラッキーラッキー。うわ、ここでベホイミしますね。350回復です、主人公のベホイミは。ホイミスライムのベホイミだと400回復するっていう例外があるんですけど、また魔法トーンしてくんね。まあまあ仕方ないか。ここで食らうのは仕方ない。さあ、ここから返しましょう。行くぜ、手にした武器は、うなりを上げる、ダークチ、炸裂、オッケーよー。さあ、砂煙しっかりここ当てていきたい。次、つばぜりするよ。来ました、つばぜり合いです。ここに勝っておかないと、ちょっと厳しいっすね。大丈夫、7秒式でいくからね。8。はい、ここ、パチスル介護、いきます。なんだその字幕、なんだよ、この字幕、あんま変わってねえような気がするぞ。
よし、ここで勝てたのはでかいよ。さすがにここからさ、とどめの一撃は打たれんべや。あ、でもここで銀太郎するか。うおおおおおおすごいもの出したね。脅かす、スーパーハイテンションからの驚かす。まあ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 、一体なら全然大丈夫。まあさすがに勇気負けはないでしょう、ここまで来といてね。やたらかかるね、マホトーン。いや、まあ、勇気がたまりやすいから怖いよね。さあダークエッジでとりあえず一体当てよう。敵の回数そこそこ高い連中集まってるからちょっと怖いけど、単体攻撃でいきます。ちょ、全体攻撃で打点が取れないんですよ。サイレスもアルゴリザードも全体攻撃が効くかっていうとな。いくぜー、変身なー。ほら、始まった、ほら逆転補正始まったか。もう逆転補正始める、ずるくない、それは。いや、大丈夫大丈夫、勇気が溜まってるからとどめの一撃打てばいいだけだからね。バギーも強えな、普通にバギーも強くない。大丈夫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 、次のターンにだってさ耐えればいいはずだもん。いや、そんなにかかる、電電流そんなにかかる。電電流って精神的行動不能に強いはずなんで、脅かすをそんなに食らうはずじゃないんですけど。これが逆転補正の怖いとこですね。まあ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 、何があろうがね、このルビスの守りがあります。ルビスの守りが決まれば、次のこのターンに勇気を貯めてとどめの一撃を打つことが可能です。あんまり今日いいとこない主人公です。いきます。まあ勇気貯めてこう、ここで一体ミスるのは当たり前のこと。でも勇気貯まった、勇気貯まった、勝った勝った、もう勝ちましたよ。いや、さすがに勝ったべ。はい、64、電電流のね炎耐性がすごいんでね。はい、こっちも火炎返し。まあ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 、まあ、普通に勝ったねこれ。魔法トーンには絶対来るんだね。大丈夫大丈夫、もう勝ったよ。ベホイミ今してもね、今更ですよ。まあね、あの時の屈辱果たしたよ。にしても敵の勇気の溜まり早くない？もうあんなに溜まってんじゃん。だからさ、とどめ時期ザラキ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 バー、いくぜザラキバー。何なんだよその技は。はい、勝ち。おい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 、リュウタくんともバトルしてみたいと思います。うわぁ出た。相性が発動していませんね。ギズモもドラゴンも賢者ですね。こちらは本当に賢者でいきたいと思います。ま、あ、武器はね、祝福の杖、賢さが289に到達しましたね。いや、賢者だけが許されるこの圧倒的賢さのね、祝福の杖ですね。お供は鉄器マシンとボル&ブル。お互い人型相性が発動しつつ、賢者相性も発動してます。お供が物理一等辺なのがちょっと気になるんですけど、まあこればっかりは仕方ないかなと。人型相性なんで、まあ物理で攻めていこうかな。まあアイアンスローとかでね、鉄球魔人ね、あんまり命中率良くないんで、まあアイアンスローでいいかなと。会心がそんなに出るわけでもないキャラなんで、
おっと、おっと、ビッグバンビッグバン来たが。まあ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 、ここでHP差がね、いきなり埋まりましたけど、ここで来ました。賢さ、289から放たれるバギマ。弱点取れます。いきます。はい。いやー、強いぞ。本当に強い。ドラゴンの杖っていうカードがあるんですけど、ドラゴンの杖を、マジックダブルスキャンすることによって、賢さがプラス100されるんです。これが本当に強いんだよね。扇風剣はラッキーだね。まだ大丈夫。うん。バトルマスター99からこれなら。さあ、人型相性から上がった黒すぎに行くぜ。はい、あ、オッケー。しっかり当てれば大丈夫だよ。さあ、アイアンスロー行きます。力上がってるから。おっと！あ、でも、こんなもんなんだね。力180ぐらいあるんだけどね。それでもこんなもんか。デイン、痛いね。まあ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 、まあ大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。HP 差は返してます。打点はバギマなんで、うきた！これ強い！はやぶさぎり、うおはやぶさぎり強いんだよな。オッケー、ナイス！それはナイス。それはないっすよ。それはないです。じゃね。いけ。はい。はい、オッケー。いいよ。とりあえず、バギまで打点は取れるよ。打点は取っていこう。これで500ぐらい。おい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 、逆転補正。逆転補正してんね。ここ当てよう。いやー、逆転補正ここで来るか。次のターンにつばぜり合いして、それでどうなるかだね。バギマがてか盾ガードしすぎじゃない、あれ。やべ、携帯落とした。大丈夫、いけるいける。アベレージヒッターですね実力で勝つ。はい、実力で勝った。もうテロップから分かってたんですよテロップで分かってたじゃん。実力で勝ったって書いてあったもん。さあ、このターンにまずは耐えるんですけど、こちらのあと2体ボル&ブルと鉄球マシンがどこまで頑張るかですね。あ、でもこれだったら星フルではもうありかな。いやー、ダメージ取りたいところ。ナイス、はい、ナイス。さあ、鉄球魔人の当て次第で勝てるか。お、ここ当てるのはでかいよ。これはもう勝ちましたね。いただきましたよ、これ。このターンで決着。とどめはこれだろう。ドラゴンが360いくんで、飛剣ドラゴン切り。はい、ガードして。お前の盾どないなってんの。うわ、ひなちゃんガチだね。モンスターマスター捨てたの急にモンスターマスター捨てるんだよな、こいつら。今度は魔法使いで行きと、今度は魔法使いで行こうと思います。賢さが見劣りしますけども、魔法使いのいいところっていうのは、賢者とは組めない相方と組むことができるってことですね。ジャミがね、メラミに変化します。相対的に言うと賢者より魔法使いの方が硬くなりやすいです。よーし、勝つで。魔法使いは賢者と違って打撃に弱いってこともないし、まあ、お供がね、打撃に硬い連中が賢者より多いんですよ。なので相対的にね、硬くなりやすいです。 HP もね、今のところは勝ってますけども、痛恨とかが怖いところですね。まずはヒャダルコです。デンタザウルスに弱点を取れるんで、これだけでデンタザウルスに打点が取れます。はい、
いいね、156出てるからね。ミラクルフラッシュは大丈夫。ここで仮にマヌーサになってもダッシュランはブレスを選んでます。さあスーパーノハはラッキーだね。まあまあ大丈夫、余裕大丈夫、耐えれるよ。うん、ダッシュランが56って硬いな。爆発耐性がすごいあるんだね。さあ冷たい息でいきます。デンタサウルスに、あーまあこんなもんか。さあ来ました、 DLC からやってきた賢さ124から離れる。いくぜベラミー、いくぜ、せーの、はい、強いね。賢さ120からね、魔法使い相性だけじゃないね。あとジャミ避けるね、しかもジャミ回避率もあるからね。さあこのターンに天使の祈りを行ってきます。なのでちょっとダメージレースに負けかねないな。ただこちらの打点はそこそこ取れているんで攻撃は安定してます。シャタルコでとりあえず300ぐらい出てるから、はい、あーああそうか、不思議なボレロ来てる、不思議なボレロが呪文軽減してんのか。おいナイス、それはナイス。さあ来たよジャミ、頼むわ、行くぞジャミ。ゲマから教わった歩道呪文受けてみよう、はい、強くない？いや強い強い、スターライト、あー怖い、それやばいんじゃん、あー食らうな、結構食らうもんなんだね。さあ冷たい息で、あースライム避ける、まあでもダメージレースには勝ってますね。次のターンにつばぜり合いをします。まひらなければいいんですけどね。言霊って怖いんですよね。こうして見ると言霊がいかに怖いかっていうのが分かっちゃうんですけど言霊だな、麻痺しちゃうか。向こうの勇気が溜まったら負けなんですけど、光の玉とか使っといた方が良かったかな。でも光の玉を使ってても多分勇気たまらないんですよ。なんで打点取って次のターンに間に合えばって感じですかね。メラミ、メラミで350点の強いよな。さあ、あースライムの避け率高い、 15% 程度なんですけどね。スライムって 15% なんですけど、それ大丈夫かな、勇気溜まったら負けだぞ、避けろ、それはずるいと思うんだよね。ずるいよ、光の束もなしにさ、そうやって勇気をさ、溜める速度加速させてさ、ずるいと思わないの？お前自分で何言ってるか分かってんの？お前たちに逆転補正によって勇気が溜まりやすくすぎてさ、それが問題なんだよ。お前ね、そういうことしてね、あの正当な勝負をできないお前が悪いよ。それはつばぜり普通だったらできるもん、普通そんな早く溜まんないんだもん。だっておかしいじゃんそれは。はい、というわけで今回は字幕リベンジということでやってみました。前回より字幕の質が向上していますが、根本的なところは変わってないですあ、でもなんか前回より文章になってる気がする。うん、解説してる時とかちゃんと文章になってる気がする。ちょっと最後の方にこの動画の編集時間書いておきますんで、どんぐらいになるんだろう。また面白い字幕とかがあったらそこをピックアップしないといけないんで
結局長くなるんかは知んないですけど。はい。できればこれを生放送に入れたいなって思っちゃうんですけど、この5変換だと、まあ恐ろしいことになるので、やめときます。はい、というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。